救援列車の一例。故障した213系と救援した119系が連結されている。伝令法とは、鉄道に関する技術上の基準を定める、省令第101条第2項に基づき、列車の存在する閉塞区間に別の列車を運転させる方法である。伝令法は、単線、複線に関係なく施行される。伝令法によって、 故障列車を救援する列車は救援列車と呼び、伝令法を施行せずに、後方の停車場から運転する列車は救済列車と呼ぶ。伝令法は次の場合に施行する。停車場間で停車した故障列車を救援するとき停車場間で大雪により、停車した列車を救援するために、排雪列車を運転するとき停車場間に、工事列車が停車している区間にさらに別の、 工事列車を運転させるとき停車場間に事故等で残した車両、または停車場間に一掃した車両を回収するとき、電冷法試工事、閉塞区間は停車場間を一区間とし、救援される列車、または工事列車は移動禁止の措置が取られる。これは、救援列車、または工事列車の運転士が、閉塞区間のどこに先行列車が停車しているか、わからず、 追突の恐れがあるためである。伝令法施行の指示は司令員、または停車場両端の駅長の打ち合わせにより、スタッフの代わりとなる伝令車を選定し、救援列車に乗車させる。人員不足などで、伝令車が選定できない区間、または、選区の場合は、伝令表を使うことができる。伝令車は白色に赤字の伝令車腕章を着用する。伝令車または、 電令表は、スタッフと同じであるため電令者が自駅に帰着するまで、他の列車は、その閉塞区間には侵入できない。救援が終了し伝令者、または伝令表が自駅に帰着したことを駅長が確認した、後電令法の廃止、常用閉塞方式の再開が行われる。ありがとうございます。